はい、本間敏彦ライディングチャンネル、今日もやっていきたいと思うんですけど、前回と前々回でね、ちょっとパーシャルの説明をしたんですけど、いろいろ書き込み見ててですね、感じてることが、この技術っていうのは、そのクラスのね、コースレコードの3秒落ち以内のライダーに、説明していることであって、それ以下のライダーっていうのはね、当てはまらないっていうことなんですね。当てはまらないっていうか、逆に使っちゃったら転倒につながったり、することなんで、そこに至ってないんですね、まだ技術が。で、走り方もそこまでいけてないのに、まあその、技術を使うっていうことは、逆にタイムが落ちたり、逆に転倒したりするという、まあその、なんだ、例えで言う、真剣白刃取りだって、刀がパッて振り落とされた時に、パッて手で挟んで受けるっていう技術みたいなもんで、そこまでの技術がない人がそんなことしたら頭割られちゃうだけで、刀で。それよりも、パッて逃げた方が早いわけじゃないですか。刀を。ね。ある程度のレベルの人の、高さに対して、あとこれをプラスすることによって、速くなりますよっていう技術なんで、これがね、5秒落ち、10秒落ちの人が使っちゃったら、全く逆の方向に、頭がバサってやられちゃう、感じになっちゃうことが、まあ、多いんですね。で、パーシャルの期間を長くしろっていうのは、やっぱそのクラスのコースレコードの、3秒落ちからそういう技術を覚えていかなきゃいけないし、パーシャルを開けるタイミングを早くするっていうのは、まあ、全日本のチャンピオンレベルがやることなんで、これを、5秒も10秒も15秒も遅いライダーがやったら多分転ぶと思います。もっと違うことをやらないといけないんで、その違ったことをやってるから10秒も5秒も10秒も15秒も遅いわけなんですよ。全然違ってるから。全然違ってるのに、真剣シャラハ取り、ごめんなさい。を、やろうとすると、全くもって、切られちゃうっていうね。ということになっちゃうんで、なんかね、どうもね、コメント見てって読んでるとね、なんか3秒落ち以内の人が書いてるようには見えないんですよ。どうも、もうちょっとね、差がある方が、いろいろ、書いてきて、質問したり、書いてきていると思うんで、これはあくまでもね、トップクラスの、技術。まあ、これは、なんていうの、アマチュアでもトップクラスの、技術で、その中の、パーシャル早くするっていうのは、世界 GP のトップライダーの話のことであって、5秒も10秒も遅いライダーが同じようなことやったらタイムは落ちるし、転倒につながる。間違いなく転倒につながると思います。まあ、操れてないんで、こういう、なんていうの、オートバイの姿勢がその姿勢になってないんですよ。そういうの姿勢になってないのに、そんなことしたら、やっぱりグリップなくしてしまうんで、で、そこにない人っていうのは、やっぱり、クリップまでブレーキを引きずらない、フロントブレーキを引きずらなきゃいけないし、パーシャルも使わずに走った方がタイムが速い。それはそこで、いろいろね、勉強して、ある程度タイムが出てきて、あと、コースレコードの1秒落ち、2秒落ち、3秒落ちになってくると、やっぱりいろんな、特殊な技術が必要になってくる。で、その技術の説明をしているサイトがないから僕やってるだけで、これが万人のライダーに、なんていうのかな、適合するっていうか、いう技術じゃない。で、本当特殊な高いレベルの技術なんで、本当それは、本当に、気をつけて使った方がいい。こういうもんなんだっていうのを頭の中に入れていくのはいいんだけど、
その段階によってそのね、その全くのアマチュアがいきなり真剣白刃取りやろうとしてもさ、掴めるわけないじゃん。で、そういうことなわけよ。だからそのある程度のレベルになった人向けにやってるんで、でまあそのレベルをちょっと下げたんだけどね、そのがまあパーシャル長くしようよっていう話なんですけど、それはそれでもあくまでもそのクラスのコースレコードの3秒値ぐらいまでのライダーに送ってるんで、そこをねちょっとよく理解して、なんか全部自分に当てはまるんだって思ってやってしまうと転倒につながります。そういうことなんで、今日は以上です。